ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤です。はい、先生よろしくお願いいたします。お願いします。今日はプレミアザマッチアップ、うんうん、さっぱり編よろしくお願いいたします、ね、お願いします。今日もプロデータマンのね、サッカーデータマンのクレイジーデータマンの先生、さっぱり伺っていきたいと思うんですけども、はい、さっぱりやっていきたいと思います。さっぱり編というのはプレミアリーグ第14節ウィーク14を迎えているということですけれども、はい、これね、まずね、皆さんに何このさっぱりってお伝えしなきゃいけないんですけど、はいはい、もう今これお聞きの皆さんも、はい、もう12月に入りました。そうですね、最後の月ですよ、うん、J リーグも師走ですからね、うん、J リーグもあと1試合を残すのみですか、リーグ戦で言えば、そんなね、うん、ああ日本はサッカー終わるなじゃないんですよ、プレミア、うん、これからですもんね。12月6、7試合ぐらいあるんですよ。本当にプレミアっていつも思いますよね、クリスマスも正月もないですもんね。ないんだ。あ、クリスマスはあるんですよ。クリスマス休暇みたいな。クリスマスはあるんだけど正月はない。まあそうだね、そうなんですよ。お餅とか食べないもんね、あんまね、この人たち。お雑煮何個にする、ルーニーお雑煮何個にするみたいな言わないもんね、ルーニーって。ちょっとでね、まあさ、はいはい、そして皆さん、これリーグ戦の話しか言ってないですよ、カップ戦やら、ね、あと皆さん分かるかな、まあ、シーズン真っ盛りだからね、はい、うん、じゃあマーさん質問です、はい、この間6月に5月か、はい、チャンピオンズリーグ決勝が行われました、はいはいはい、優勝どこでしたっけ。リバプールですよね、はい、だからリバプールが今回のクラブワールドカップに出てくるんです。ああですね。それでね、はい、そしたらね、なんかカップ戦やって、はい、次クラブワールドカップあって、そこがなんと試合時間が24時間開いてないんですよ。なんか1日ないんですよ、同じチームが試合するのに。無理なんです、だから移動とか考えるとひどいね、不可能なんです実質、。だから例えばその時カップ戦はもう控えっていうか、もう U23 チームのメンバーに行ってもらって、ね、多分クラブワールドカップにちゃんとしたメンバーが来るって感じになると思うんですけど、クロップ監督だけ移動するってこと。そうです。大変だね。あ、でもクロップ監督も多分代行立てると思います。そっくりさん、一番はそっくりさんっていうぐらいで、さすがにこのスケジュールを我々も全部出していくのが厳しい。これいいんじゃないですか、これはもう結果もうさらっとね。そうなんで、しかも、うん、もしかしたらこれを出してる頃には、はい、ウィーク15も終わりかけのぐらいのタイミングだったりするので、それも含めた上で、もう一回もう14節もさっぱりいこうと。そうですね、うん、ついていくことが大事ですから。そうなんです。今回はじゃあマッチアップじゃなくてキャッチアップにしましょう。あ、ね、いいかもしれません、ね、名前ちょっと変えて一生懸命ついていきましょう。プレミアリーグさキャッチアップ始まります。いきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ウィーク14へ行きたいと思います、はい、まずはですね、うん、まあ順番じゃニューカッスル、はい、VS マンチェスターシティ。お、引き分けた。なんと引き分けです、マンチェスターシティが引き分けてしまいました。はいはいはい、これはもう月末に行われたやつね。そうですね、はいはい、シティ、スターリング選手が先制点決めるんですけど、はいはいはい、ジェトロ・ウィリアムス選手が、うん、まあすぐさま、本当にすぐさま22分にシティ先制で、ニューカッスルがもう3分で追いついた状態だったんですよ、はい、でそのまま進んで、まあ、もう後半というよりも終盤ですよ、はい、82分にデブライネ、うん、いわゆる勝ち越し、よし、さすがだな82分、うん、勝負あったでしょこれ。88分、うん、ジョン・ジョシェルビー、いや同点弾ということで、ね、これはもうニューカッスルがやりましたね。これ先制、シュート数はシティ24本ニューカッスル6本。そうなんです、支配率はシティが 77% ニューカッスルが 23%。 そうなんです、よく引き分けたね。ただ枠内への そのシュート率でいうと、うんうん、これオンターゲットって言うんですよ、はい、枠内シュートのことを、はい、ただ24分の9なんですよシティは。ただニューカッスルは6分の3ということで、枠内シュート率って言ったらニューカッスルの方が良かった。だから本当に決定機だけにこう備えて、まあ、耐えて頑張ったというところはあったんじゃないのかなというところでございます、はい、でこれによって、うん、まあ、結局ニューカッスルは、まあ後で話しますけど、レスターに置いてかれてしまうんですよ、うん、なんで、いや、すみません、マンチェスターシティですね、うんうん、マンチェスターシティはレスターに置いてかれてしまいまして、はい、まあ、3位なんですよシティが。3位ですね。これで9勝2分け3敗ということで、まあ、ちょっともうちょい欲しいところですね、やっぱりリバプール、そうだね、ね、追いかけなきゃいけないことで考えていったら、はい、でそしてニューカッスルが、まあ、14位、うん、まあ、4勝4分け6敗ということですけど、うん、まあシティですからね相手は。そうだね、に対して引き分けで終わったってのはこれはもうセーフ、はい、勝ち取れたってことも、ね、うん、だったかもしれません。わかりました。じゃ続いて、うん、リバプール VS ブライトン、うん、はい、2対1でリバプール勝ちました。負けませんねリバプールは。これね序盤からすごくて、はい、実はこの試合リバプール2得点なんですけど、はファンダイクなんですよ。あ、ヘディングだね。
そうです。フリーキック、コーナーキックそれぞれから、はい、だからトレント・アレクサンダー・アーノルドが、うん、蹴って、はい、ファンダイクが決めるっていうので2点取りました。すごいな。でこのままどうなっちゃうのと思った76分です、うんうん、ペナルティーエリア外まで飛び出してきたゴールキーパーアリソンががっつりエリア外でハンドします。はい、エリア外でキャッチに行きました。どうしちゃったんですか、ね、分からないです。もう間違えちゃった。ちょっと競技間違えたんじゃないかなって思うぐらいに、ね、ラグビーワールドカップ見過ぎたのですね、だから当然ですけど一発レッドです。小学生みたいなミスですね、これね。そうですね、なかなかサッカーから見ないことをやってしまいまして、はいはいはい、ポカーンですよ、へーっていう。なんかあったんですかね、ね、うん、でレッドカード出て、うん、でもうこれ皆さんすでに結果知られてる方は分かってるかもしれないですけど、はい、アリソンから、まあ、キーパー変わるじゃないですか、うん、当然のごとく、そのフリーキックで、うん、ルイス・ダンク選手に決められてしまい、騙し打ちみたいなやつね、グラウンダーの、グラウンダーの、うん、で2対1そういうことか。あれ、これこのままブライトン行っちゃうんじゃない、うん、もうそこからもう先はほとんどもうブライトンの時間だったのでギリギリもしかしたら同点あるかなとは思いましたが、うん、まあ、リバプール辛くも逃げ切ったと。逃げ切ってこれで未だ無敗です。全勝を守った。未だ無敗ですよ。13勝1分けて、マンチェスターユナイテッドだけですよ、引き分けに持ち込めたのは。千代の富士とかの数字ですよ、13勝1分けって。ね、確かにそうですね。ブライトンも頑張ってますね、16位。頑張ってますね。うん、ねえ。そっか、でも、まあ、ということで。先生、このアリソン・ベッカーのイエローカードはすごいブックメーカーとかをボロ儲けしたでしょうね。ボロかけた人、ベッカーのハンドにかけた人がいたので今富豪でしょうね。富豪でしょうね。富豪だし八百長でしょうね。かもしれません。得しているやつが容疑者だ。こんなこと起こるわけない。いや本当そうだと思いますよ。でもということが起こりました、はい、続いて、まあ、ビッグシックスからじゃあ次こちら行きましょう、はい、チェルシーウエストハム。はい、チェルシーウエストハムはなんと、はあ、まあ、若手の宝庫チェルシーがウエストハムに敗れてしまうと、あそっか、これはウエストハムやりましたね、はいはいはい、ちょっとなかなか調子に乗れて流れに乗れてなかったウエストハムで、うん、この試合もシュート数とか見ていただけたら分かるんですが、うん、チェルシー19本、はい、ウエストハム5本、本当だ、圧倒的な差、はい、支配率も 66% と 34% という状態ではあったんですが、はいはい、ただ1個知っていただきたいのが、うん、枠内へのやっぱりこちらもシュート率なんですよ、はあはあ、チェルシーが19本シュート打って枠内6本だったのに対し、うん、はい、ハムの方は、うん、5本シュート打って枠内に4回、だから 80% 枠内に飛ばしていたりするんですよね、まあ、その差がちょっとは出てしまったかなと。でクレスウェルがまあ後半始まったところで点決めまして、それを守りきったウエストハムが勝利しましたということでございました。ウエストハムは13位、一気に上がりましたね、ウエストハム。チェルシーは4位ということです。はい、となっております。わかりました。はい、はい、続いて、はい、バーンリー VS クリスタルパレス、クリパー行きましょう、はい、クリパー序盤戦大丈夫かって思ったりだとか、うん、あとは最近も、なかなか勝てない時期が続きはしたんですが、うん、まあ、この日はバーンリー相手に、まあ、0-2 で勝利という形になりましたね。ザハですよ、ザハ、やっぱり決めるんですよね。いいシュートでした ね、 ザハ ね、 ね、決めますよね。かっこよかったな、あれ。だ今までと逆の話になるんですけど、うん、はい、実はこのバーンリーとクリスタルパレスだとクリスタルパレスがポゼッションを取っていたんですが、うん、シュートを打っていたのはどちらかというとバーンリーの方で、ね、シュート15本、うん、で枠内にも4本、はい、打っていたんですよ。そうでしたね。でクリスタルパレスの方は、うん、なんとシュート7本で、うん、枠内2本、うん、なんか枠内に打った2本ともがそのまま、ああそういうことですね、決まるという。キーパーいましたよね、この日バーンリーもちろんですよ、いる日ですよね。そうなんですよ。そうか、すごい、だからあらザハのすごいとこついてたもんね、ニアの下みたいなね。そうなんですよね。だからまあマンオブザマッチ誰がを挙げるってなったら、うん、やっぱりそれはもう変わらず、うん、なるほど、ザハだなと。この日もね、これね、日本 J リーグ編でもよく話しますけど、うん、はい、ドリブル成功数って3とかあればすごいんですよ、うんうんうん、1試合の中で。 そもそもドリブル、まあ、6回成功してるんですけど、うん、仕掛けた回数ですら10回あったりするんですよね、うん、この人。でも地上戦でも基本的にはもうドリブル、もしくは相手のドリブルを止めるって意味合いですけど、はい、もう空中戦なんて1回もやってないんですよ、ザハなんて。うん、空中戦ゼロ。へ、ただ地上戦のデュエルは18回。あ、ガツガツ系、もうガツガツ、地上だけでも地上で抜かすは止めるわってことで、ね、後ろ髪振り、ポニーテールを振り乱しながらのね、かっこいいんだよザハ。
ザハって感じ。ザハねやってましたね、うん、ということでございました、うん、バーニーとクリスタルパレスは仲良く10位と11位ってことね。バーニーとクリスタルパレス、うん、なっておりますね。勝ち点も一緒ですかね、18でね、うん、はいとなっております。さあ続いてまいりましょう、はい、こちらはい、続いてトッテナムボーンマスでございます。勝ちましたねトッテナム、納得いかないですけどね。トッテナムファンだからね先生はね。いや納得いかないって何かっていうとですね、トッテナムいわゆるモーリーの体制になってから、うん、前回のウエストハム戦とオリンピアコス戦と、はい、さらにこのボーンマス戦とでこれで3試合目なんですけど、はい、3-2、4-2、3-2なんですよ。あ2点ずつ取られてる。そうなんです。でも全部勝ってるじゃん、まあ、勝ってんですけど、うん、それは大事なことでしょう、ね、ただね、うん、前回のウエストハム戦の流れが一緒で、うん、実は僕この試合見ながら3点取った取ってのが3点取った後にあとは2失点しなければいいなみたいなことをつぶやいたりしてるんですよ。あ、ね、あそうですか。そしたら、ハリー・ウィルソンハリー・ウィルソンで結局は 3-0 から 3-2 に、うん、なるほどね。あんま良くないねそれはね。そうなんですよね。ちなみに言うとウエストハム戦も3点先制した後に2失点はい、このボーマー戦も3点取った後に2失点もう癖になってる。逆にオリンピアコス戦は2失点した後に4得点ということで、うん、なんだその失点する時にこう連続というかなんか取られてしまうなというところがありました。でこの日光ったのはまあデレアリでもあったんですが、はい、まあ、アルデルバイレルトですね、センターバックのアルデルバイレルトが、はい、このボーンマスがですね、うん、いわゆるフォワードのライン、はい、ミッドフィルダーのラインディフェンスのラインとボーンマスは3ラインでできていたんですよ。よくこれってオフェンシブミッドフィルダーのラインと守備的ミッドフィルダーのラインを含めて4ラインあったりすることもあるんですけど、はいすね、この日のボーマスはまあ横並びだったんですよね、うん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 、完全に横並び型のこう綺麗な方法2だったんですよ、はい、うん、だからあボーマスがすごい平べったい状態だぞ、うん、よしきっとデリアリが抜けてくれるだろう、うん、ポーンフィード、まあ、それである意味ソン・フンミンとああごめんなさい、デリアリに2得点したようなもんだったので、うん、まあ、まさにですね、まあ、本当にアルデルバイレルの狙いが光ったような試合だったんじゃないかなと思いましたが、ハリー・ウィルソンのもうゴールがもう凄まじかったということは言えるかもしれません。ボーンマスのね、はいはい、でした。ボーンマスは例えば12位、そしてとっても5位に上がってきましたよ、ね、やったー、すごいですね、やったー。これは監督交代の、ね、速攻性が出てると言いますか、出ましたね、はい、まあ、だからあと失点だけ、失点だけ、なるほど。でも結果が全てという意味合いでは3連勝だからね、まあ、頑張ってください。あれ含めたらね、はい、分かりましたということでございました。はい、さあそして続いて、うん、サウサンプトン VS ワトフォード出ました。こちらはい、2対1サウサンプトン、そうです、うん、2対1でサウサンプトンが、はい、ワトフォード相手に勝利しました、はい、残念ながら、うん、マヤ吉田は、ベンチのままだったのかでしたね、うん、でただこの日なんかは特にしょうがなくて、はい、前半に、うん、イスマイラ・サール選手ワトフォードが得点決めたんで、うん、前半というかもう終盤にかけるところまで 0-1 でワトフォードリードしてたんですよ。ああこのまま終わりそうだなって思って見てたんですけど、ね、78分にダニー・イングス、はい、で83分に、ウォード・プラウズということで、いやいいね、逆転勝利サウサンプトン、いいね、まあ、勝ったという流れでした、うん、だから特に攻撃的な選手とかも出さなきゃいけない状態だったんで、うん、守備の選手吉田麻也選手をもう出してる余裕なんてない状態でしたからね、これはしょうがなかったかなとは思います、うん、はい、で、まあ、でも勝ってね順位上げていけばそう出番はあるでしょ、出番はあるかもしれないんで、うん、守備が悪いながらも勝ち続けていけばね、そうですね、あで守備完璧にやられちゃうとね出番なくなっちゃうから確かにそうですね、うんうん、でこれでサウサンプトンがまだ、サウサンプトンもワトフォードもちょっと降格圏に今位置しちゃっていて、ね、まあ、勝った分かったもののサウサンプトンはまだ 18位、勝ち点12ですね、うん、一つこれ、プレミアを見てる方にもなんですけど、試合数イコール、うん、勝ち点ぐらいの状態だとちょっと残留厳しいんですよね、うん、そうですか。で今だったら18でサウサンプトンが試合数14で勝ち点12、うん、はい、だから1試合平均の勝ち点が1を下回ってる状態なので、うん、なこれはちょっと危ないですね、そうですか、うん、なるほど、うん、となっております、はい、続いて、きまして、今度はノリッチ VS アーセナルいきましょう。あ2対2のドロー、こちらも2対2のドローでした、うん、プッキー久しぶりじゃない、そうです、かなり久しぶりのゴールが生まれました、ね、まあ、プッキーとキャントベルで決めたところだったんですけど、まあ、アーセナルは、うん、まあ、エメリ監督がまあ退任されて、そうなんですね、で今のところ暫定監督のユングベリ、うんうん、ユングベリ、そう元清水、ね、ね、はい、が、暫定監督としてついたはついたんですが、
ちょっと勝つことはまだできなかったのかなというところです。この試合本当久しぶりに、本当に久しぶりだったプッキー、うんうん、そしてもう一つ久しぶりがあったんですよ、プッキーといえば、はい、空中戦をしないことで有名な男で、おなじみですよね。先週も教えていただきましたね。それはついに空中戦しました。いやそれあるでしょ、飛んできちゃう時もあるから。でも初めてですよ。それはでもチームで狙ったんじゃないんでしょ多分。まあ結果論ですね。デュエルで浮いちゃったとかでしょ、はい、そうです。だからもちろん勝ってません。ニュースだねこれはね。勝ってない。もちろんそもそもそこにモチベーションないんだもん、ね、ないです。飛びなさい。そこそこ聞けばそこそこ大きいらしいじゃないですか。背がやる気を出しなさいよ、ね。まあでもアーセナル相手にか、まあ、引き分けだから勝ち点得たから、ね、確かに確かに。まあというのはあるかもしれません、ね。うん、まあ、ただが調子がなかなか上がらない中でもまあ、バベさんが、ピエリク、ピエレエメリク、オーバメヤンさんが、まあ、2点取ってということで、PK 含めて2点取ったというところで、まあ、どうにかだから調子悪い流れでもアーセナルは、うん、まあ、勝ちを拾うことには成功したというのは言えるかもしれませんね。はい、というゲームでございました。アーセナルはただ今8位なんだね。しばらく勝ちがない状態ですからね、うん。そしてノリッチは19位とか。そうですね。ただちょっと負けが込んでいたところから、まあ、前回勝って今回引き分けだったので、うん、まあ、ノリッチちょっと調子がもうちょっと取り戻してる感じはあるのかもしれませんね。はい、はい、ということでございます。で続いて、うん、もう今回の一番の注目カードは僕はここだったと思ってるんですけど、ウルブス VS、うん、シェフィールドユナイテッド。なぜにそうなの。これね皆さん、うん、まずか見ていただきたいのがですね、はい、今そうやってマンチェスターユナイテッドもそうだし、アーセナル取ってるのもこの辺りがちょっとわーっていう風になってる中、うん、まあ、レスターは確かに躍進していて、うん、はいはい、1位リバプール、2位レスター、3位マンチェスターシー、4位、チェルシーという状態だったんですけど、うん、その下に本来ウルブスとシェフィールドが今いたっていう状態だったんですよ ね。だからこの2チーム勝った方がいわゆる上位を追撃することができる状態で、はい、その直接対決ってことかだったんですよ。はーはー、まあ、その結果、うん、引き分けと引き分け、うん、結構してるんだ ね。だからトッテナムと含めた上で、まあ、まあ上位追撃の一員として、うん、まあ、みんなこのウルブスもシェフィールドもこのまま残ったと。ネオビッグシックスになっていこう。そうなんですよ、ね、人たちでしょ。でその中で、うん、まあ、前節もちょっとお伝えしましたけど、はいはい、今ね皆さんに見ていただきたい選手がいるわけだ、はあはあ、シェフィールドユナイテッドのリスムセ選手です、はい、リスムセ選手。リスムセが本当にいい、うんうん、至る所に顔を出し、足忘年会とかクラス会とかも絶対行く行くかもしれない。あ、そう、まあ、で前回だったらもう至る所に顔を出しながら、もうプレス、それはすごいね。そしてもう相手のディフェンダーをちょっと脅威を陥れて、トップの選手でね。そうなんです、うん、だから相手がこいついたらマジめんどくせえなって思わせるんですよ ね。でそれもあってちょっと前節は、まあ、最後怪我しちゃって、その後にマンチェスターユナイテッドにちょっと失点を食らうことになったんですけ ど、この試合はまた先発で出てきまして、やりましたね、うん、この試合も。だからまずは先制点決めたのが彼でした、はい、リスムセですよ、うん、2分なんでしょ。だってそうなんです、リスムセがだからもう早速決めにかかったと、うん、忘年会があるからね、急がないと至るところに顔出すだから今日もだからこの試合は86分で、うん、交代したんで急に、ね、ネクタイ締めてね、そうなんです、行かなきゃいけなかったからね、まあ、それは置いといてであとはね、ウルブスにも、はい、マット・ドハーティー選手が、まあ、後半64分に、まあ、決めて 1-1 で終わったという試合でもありましたが、はいはい、まあ、一番見応えがあった試合でもあるんじゃないかなと思うので、皆さん、まあ、ハイライトでもいいから、まあ、ダゾン等々含めて見ていただけたらいいんじゃないかなと。人気出てくると注目試合が増えてまたいいですね。いやだと思いますよ、面白い試合でしたから、はい、でもう一つ面白い試合がありまして、はいはい、マンチェスターユナイテッド VS アストンビラ、はいはい、うん、こちらも面白かったですね。やっぱりちょっとアーセナルと、ノリッチに似てる試合かなと思うんですが、はい、2対2のドロー。そうなんですよ、はい、2対2ですよ。まあね、まあ、言うとしては、うん、まあ、最初ちょっとトムヒートのオンゴールもあったので、あ、そういうことか。だからまあ万有としてはまあ辛くも勝ち点1とりあえず取ったぞということは言えるかもしれないし、ね、まあ取って取られて取り返したんだね、アストンビラ。そうなんです、グリーリッシュ決めてますね、11分さすがですね。でもだから結局やっぱり言えるのが、前節でもお伝えした通り、うん、はい、彼がいると、うん、負けない。負けないんだね。でかいですよ。これAZ の、うん、オランダの AZ の菅原幸成選手なんかもそうですけど、うん、まあ、まあそことはちょっと違うかもしれないけど、負けない男。そう、負けない男、うん、そしてビラのやっぱり象徴として、まあ、彼がいたら本当にっていうところがあるかもし、れませんね。はい、うん、はい、
でしかもあとこの日のグリリッシュ君は、はい、あのデュエルの勝率なんかも良くて、うんうん、また彼もあの空中戦なんてやらないんですけど、やっぱねあの固めた髪型がちょっと崩れちゃうから空中戦はやらないんですけど、うん、そんな理由地上戦ではあの 9戦やって、はい、8勝してる状態だったので、まあ本当彼の本当足技っていうのは磨きがかかってるなというところで言えるかもしれません。でラスト、はい、来ました、レスター VS エバートン、うん、また勝ったレスター。そうなんですよ、11月は3試合あって、2-0、2-0、2-0と3試合連続 2-0 をやってきたレスターではあったんですが、まあ、久しぶりの失点でした、うん、エバートンリシャルリソンに、まあ、前半23分に決められてしまいます。先制点いかれてるんだね。そうなんですよ、はい、だからおい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 、ちょっとこれでレスター終わりかと思いきや、うん、勢い止まんじゃないのと。そう、うん、そしたら後半6試合連続ゴールです、バーディー。はあ、もうアルバトロスでいいんじゃない名前ゴルフみたいに言って1 個出世してそうなんですよ、またしてもバーディーが、あーごめんなさいイーグルだね、1個出世、あそう、ね、2つ出世しちゃったね、2つ出世になりますね、はい、でこの試合正直、あのデュエルとか含めて、ほぼバーディー、特に前半なんて何もできなかったっていう状態ではあったんですよ、はいはい、あのまあ効果的な、ね、そのプレスとかやってたけどボールに絡む動きってところがなかなかできなかった状態ではあったんですよ、うんうん、ただここでやっぱりゴールを決めることでやっぱここに俺あり、うん、いるぞっていうことをまあ堅持しただけじゃなくて、はいはい、最後の最後、うん、イヘアナチョが、いやもうこのままドローで終わるかと思われて一番最後ですよ、イヘアナチョがゴール決めて、はい、まあ、逆転勝利でレスター勝ちましたと、これツイッターとかでも上がってるんですけど、はい、もうこの試合終わった後のレスターのベンチというか、はい、あのロッカールームがすごくて、もうイヘアナチョをもう囲って、わー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 みたいな、そういうこれもうあの調子いいチームありがちなアクションが、そういうね、うん、ゲームを繰り返していくと結束も高まり、そうなんですよ、でそういうのがちょっと垣間見えたような状態、レスターのちょっと調子の良さが見えたと。また別途あのレスターがなんで今こんなに強いのかっていう動画とかも出したいなとは思ってるので、ちょっとお待ちいただけたらといいんです、はい、と思うんですが、これでレスターがまあ単独2位、1位リバプールが勝ち点40、2位のレスターが8差で追って勝ち点32という状態、はい、その下がマンシーの29、チェルシーの26、トッテナムの20になるんだ、その下ですね。でこの5位のトッテナムからそのずっとある意味勝ち点1差ぐらいかん、うん、な感じで、ね、17のエバートンまでもずっともうポンポンポンという状態なので、エバートンは17位ですからね。そうなんです、ここら辺までもいつこうもうもう本当に定期的に順位も入れ替わっていくことになると思うんで、まあ、トップ4をまあどこのチームがこう追撃していくかってことがこの12月の一気に7試合ぐらいバーってあるので、なるほどね、この期間になってくるんじゃないかと思います。はいはい、というわけでプレミアリーグ今回はキャッチアップということでね、はい、こうなってきましたが、でも意外とこの形もなんかスッと入って分かりやすい、ね、ざっくりな感じでしたけども、うん、やらせていただきました、ね、いやーリバプール追いかけないとね、ねちょっと面白くなくなっちゃうからね。そうなんです、面白くないことはないけども ね、うん、ということでございました。早々決まるのはちょっとということですからね、はい、まあ、でもこれから CL で結構過密になってくるから大変ですからね、取りこぼすんじゃない。でもそこで取りこぼさなかったらもう3月から入賞かもしれませんからね。本物だね、そうだね、そうですね、なるほど、はい、ということでございます。ということで、先生ありがとうございます。ありがとうございました。アカデミー毎朝やっておりますよ、コーナーおります、いろんなコンテンツ出してますので、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします、ライブ配信は月曜日の9時から21時からやっております。そして月で毎月ね劇場ライブもやっております。12月は12日詳しくは概要欄に書いております、ぜひお願いしますください、ということでございます。はい、というわけでまた明日の朝お会いしましょう。はい、井上真央でした。野見里でした。先生ありがとうございました。ありがとうございました。